はい、おはようございます、こんにちは、こんばんはということで、今日はですね、坂戸の駅前に来ております。で、今からですね、高坂の、ピオニーオークに行きたいと思うんで、東上線の、坂戸から高坂まで乗ってみたいと思います。それでは出発進行。はい、やってきましたよ、ピオニーオークに。今日はですね、高坂の駅からですね、この暑い中、多分30度ぐらいある、もっとあるかもしれないんですけども、歩いてピオニーオークまでやってきましたよ。これからお店をね、ちょっとね、いろんなお店を見ていきたいと思います。それでは、はい、着きましたよ、こちらに。で、今ね、買い物をしてきました。何が買ったかっていうと、スライムです。はい、このスライムということで、あとはメイはね、これポケモンですかね。ポケモンじゃないし、モンスター、なんかモンスターのバトルのね、シールですということで、また違うとこ行きます。それでは、じゃあ、せーの、はい、また来ましたよ。今度はね、1階です。1階のご飯とか食べるとこなんですけども、非常に混んでますね。で、今日はですね、ピオニーウォークにこんな感じ、こんな感じで歩いてきました。はい、それでちょっとね、すごい混雑してます。ちょっと状況を見せます。ちょってことで、結構ですね、非常にね、混んでる状態です。見てください。はい、こんな感じです。で、混んでるんで、ちょっとね、帰りたいと思います。またね、ワープしますんで、ジャンプして帰りたいと思います。行きましたよ。今日はね、バスの中ということで、はい、これからですね、さっきピオニーオークから帰ってきましたけども、これはね、高坂の駅から動物園ですね、行きますんで、これからまた暑い中また行きたいと思います。楽しみたいと思います。えいえい、おー、またね、トモスライムの動画をね、よろしくお願いします。